で、納品書にサインお願いします。はい、ご苦労様。はい、それとこれ来月から価格が変わるそうなんで。ちょっといきなりこんな値上げするわけ、勘弁してよ。そんなこと俺に言われても。店の方と話してくださいよ。それじゃ。大変ですね。あ、ごめんなさい、変な出し聞かしちゃって。素敵なイヤリングね。でしょ、ボーナス一括払いで買っちゃった。せめて行き帰りくらいはおしゃれしたいもん。おしゃれか。ひで子は正解よ。勤め人なんかにならないで、こうして自分の店持ったのは何でも自由にできるんだもん。そんな気楽じゃないけどね。ああ、せめて今月の残業代に期待しよっと。プロモーションが終わったら有給取って横にでも行こうかな。いらっしゃいませ。あ、やっぱりここだったんだ。真山さん、毎日残業してもらってるお礼に飯でも食いに行かないかと思ってさ。本当、うん、嬉しい。行くわ、ごめん。うん、ありがとう。ああ、ごめん、僕が。あ、いいよいいよ、あの、まだ入れてないから。そっか。うん、じゃあ、また今度ね。悪いね。行こうか。うん。この前オープンしたイタリアンが美味しいって聞いたんだけど、どう？いいね。行こう行こう。あそこって人気でさ、今並んでるんでしょ？あ、そうなんだ。うん、ああ、ね、友達？あの子は欲しいもの何でも手に入れてしまうの。ずっとそうだった。あなただってこのお店は欲しいものだったんじゃないの？みんなそう言うわ。私もそう思ってた。でもいざやってみると大変。残業代も有給もない。責任だけがのしかかってくる。毎月お給料をもらえる会社勤めの方がどれほど楽か。助け合う人もいないしね。おしゃれする時間もない。カードを作るのさえ一苦労。でもお店をやるって自分で決めたことでしょ。あの子みたいになりたかったの。あの子センスが良くて、学生時代いつか自分のお店を持ちたいって言ってた。あの子を羨むばかりじゃなくて、一歩先へ行きたかった。だったらいいじゃないの、これで。会社勤めをしてるあの子の方が、こんなに輝いて見えるなんて。欲しかったものはみんな、あの子の世界にある。彼女の世界行きたい？行きたい？え？彼女とあなたと居場所を取り替えることならできるわよ。できるわよ。本当に？ただしチャンスは一度だけ。そしてあなたは二度とその場所には戻れない。構わないわ別に。変われるのは居場所だけよ。今まで築き上げたものはなくしてしまう。それでいいの？それでいいの？こんな気苦労の多い毎日なんか
おはよう。あら、どうしたのその服。いいでしょう、ボーナス一括払いで買っちゃった。会社に着ていくにはちょっと派手じゃない？大丈夫よ、何を着ていこうか個人の自由でしょ。じゃあね。どうしたのよ、ため息なんかついちゃって。会社ってめんどくさいのね。着ていくものにも気を使わなきゃならないなんて。仕方ないじゃない。上司の顔色は伺わなきゃいけないし、同僚とは足並みを揃えなきゃいけない。急な残業にも振り回されて。何言ってんのよ、昨日今日入った新人社員じゃあるまいし。そりゃ組織の一員なんだから自由にならないこともあるわよ。でもその分安定してるんだからいいじゃない。そりゃそうだけど。お店やってたら大変よ、全ての責任は自分が取らなきゃいけないんだから。まあね。どうなの最近。うん、実はいろいろと値上がりしちゃったからちょっと大変なんだけど、でも好きで始めた仕事だから頑張らなくちゃね。いや、お待たせ。いらっしゃい。前松さん。お、来たんだ。彼がこの前話してた大内さん。よろしくお願いします。うん、なかなか素敵な店じゃない。でしょう。ありがとうございます。ケーキを作ってみたんだけど、どうかしら。おー、メニューを月ごとに変えてみようと思ってるんです。へえ、楽しみだな。お客さんを増やす努力をしなくちゃね。いいね。それじゃあ早速ケーキを切り分けてるショットから行こうか。はい、美穂。あ、ごめんね、ちょっとテーブルの方に移ってもらってもいい？何なの？真山さんが紹介してくれたの。このお店を週刊誌で取り上げてくれるんですって。よろしく頼みますよ。彼女が一人で頑張ってるんだから。ここは商品開発部の憩いの店でね。こいつが取材に来い来いってうるさかったんですけどね。なるほど、そういうことか。ちょっと何言ってんすか大内さん。それじゃあ何枚か撮らせてもらいますね。はい、先にこのまんま1枚もらっちゃっていいですか？はい。あ、ケーキ持ってもらえますか？私もですか？もちろんもちろんもちろん。はい、その状態。はい、笑って笑って。はい、はい、あ、いいな。いい人だこれ。緊張してる。緊張する。どうして彼女ばっかり。まだ、はい、あ、その状態で。はい、はい、もうちょっと笑って。もうちょっとちょっと硬いな。あ、いいな、あ、いいな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 。すごい遠慮してるよ、ね、ちょっと毎回、ちゃんと座って。あ、いいんですか。変われるのは居場所だけ。そう言ったでしょ、そう言ったでしょ。あなた、場所を変わったからって、その人になれるわけじゃない。自分が変わらなきゃ人生も変わらないわ。人の姿を追いかけるのは、もうやめにしたら。やめにしたら。私は私、追いかけてもあなたにはなれない。